漢方納得相談のお時間です。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて荻先生、今日のテーマは何でしょう。はい、今日はですね、不眠症についてお話しさせていただきたいと思うんです。あ、はい、まあ俗にこう睡眠というと、まあ、7、8時間も寝られればこういいななんていうことはよく聞くんですけども、不眠症ですか。はい、そうなんです。不眠症っていうのも種類があるんですか。はい、あるんですね。あのまずあの不眠症という分の中に、はいはいはい、入眠障害、熟眠障害、あの早朝覚醒、まあ、こういうふうなですね、あの、まあ、3種類、まあ、種類があるんですが、うんうん、まあ、こういうふうなあの睡眠問題がですね、1ヶ月以上続いてきますとですね、うん、あのまあ、どうしてもやっぱり日中にこう、まあ、疲れが出てきたり集中力が欠けたりなんか、まあ、食欲不振、まあ、そういうふうな不調が出てくるわけですが、まあ、こういうふうな不調を発する、まあ、疾患がこの不眠症というふうな形でよく言われるんですね。不眠症、はいはい、まあ、不眠症と、まあ、相対的に言われますけども、はい、その中にもいくつか種類があるんだと。はい、そうなんです。はい、なるほど。はい、で不眠症の、中にはですね、まあ、今こちらに映ってます、はい、あの不眠症の種類ということでありますけど、まずこの3つなんですね。入眠障害、先ほど言いました、うんうんうん、この入眠障害。入眠障害っていうのは、はい、こう寝つきが、はい、そうなんですよ。一度ですね、眠ってしまえばこう朝まで眠れるんですが、なかなか寝つけないというタイプなんですね。はい、なんかゴロ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 しちゃうタイプですね。そうなんです。はいはいはい、この入眠障害がですね、一番その、不眠症の中でも多いわけなんですね。うんうんうん、で次のこの熟眠障害っていうのが、眠りがですね、浅くてこうすぐにこう目が覚めたり、で夢ばっかりこう、まあ、だらだらこう見てしまって寝たきがしない、これがあの、まあ、熟眠障害ということで不眠症のまた2つ目の種類なんですね。あ、はいはいはい、でこれはですね、あの高齢者の、まあ、不眠だとか慢性的なストレス状態の方によく見られるタイプの不眠症なんです。なるほど。あと最後のこの早朝覚醒というのは、朝早くですね、目覚めてしまう不眠症の種類で、まあ高齢者に多いタイプなんですね。なるほど。はい、でも眠るってとても大事ですよね。そうですね、やはりその体を休める、まあ、一日疲れてそれを休める時間ですから、大切な時間なんですよね、リセットする上でも。はい、そうですよね。はい、ではあの症例と改善例紹介していただきます。はい、紹介しました。まずこちらの方がですね、入眠障害の方の、まあ、例なんですね。あ、まあ、先ほどの3つで早く寝られない。そうです、うん、はい、布団の中でゴロゴロしてちゃう。そうです。なるほど。はい、で、こちらの方はですね、5、6年前からこの不眠症でお悩みの方なんですけども、うんうんうん、症状としましては、朝起きた時体がだるいと、で頭が重い、不安感、あと鬱的なその傾向があって、で特徴的な部分がこう微熱が出やすい、あと生理不順である、であと肝臓機能が低下してですね、貧血気味なんですね。ほうほうほう。で病院の方からもこう抗うつ剤、睡眠剤をいただいているということも言われた方の症例なんです。なるほど。おすすめの漢方は何でしょうか。はいはい、こちらの方にはですね、神気筆湯というお薬をですね、服用していただいたんです。これはこれはですね、まあ、血の流れを、まあ、良くしながら、また、まあ、体力的に弱っているような方に使われる不眠症の薬の一つなんですね。なるほど。どういった改善をされたんでしょうか。はい、まず服用して1ヶ月経った時点ではですね、体のだるさとこう受重感が取れてきたんですね。はい、で3ヶ月経過した時点では寝つきも良くなってきまして、ぐっすりと眠るようになったということをお話しいただいたんです。なるほど。はい、ほう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 。で4ヶ月経過した時点では、この微熱が出なくなってですね、生理不順、不眠も改善されたんですね。うん、で7ヶ月経過した時点ではですね、眠れなくて困ることがなくなってですね、体の調子は非常にいいというふうに言われている方の症例なんです。なるほど。うん、ではもう一つ症例と改善例紹介していただきます。はい、こちらの方はですね、タイプとしましては先ほどの熟眠障害の方の症例なんですが、はい、でこの方はここ 1,2 年ですね、眠りが浅くて夜中にすぐ目が覚めるということでご相談いただいたんですね。うん、で自覚症状はと言いますと、やはり夢を多く見る、で朝起きた時体がこの方もだるいと、でイライラしやすくて不安感が強い、で時々めまいを起こすと、で体積にはコレステロール値が少し高いということで、ご相談時には睡眠薬と、まあ、ご自分で成長剤を飲んでますという方の症例なんですね。なるほど。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、
こちらの方にはですね、ケイシカ、リュウコとボレートというお薬を服用していただいたんです。こちらは、こちらのお薬はですね、あの成人リクのイライラ、イライラすることが多くてですね、あとその胃腸が虚弱な方の、まあ、不眠症によく使われる、まあ、お薬なんですね。なるほど、はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、1ヶ月経った時点ではですね、まずイライラ感が取れてきたんです。うんうん、で3ヶ月経過した時点では少し長くですね眠れるようになってきたんですね。うんうん、しかしまだ夜中に 2,3 回目が覚めるということをおっしゃってたんです。うん、で5ヶ月経過した時点では夜眠れるようになってですね、うん、昼間うとうとすることが減ってきた。うん、で6ヶ月経過した時点では不眠はほとんど改善されてですね、しっかり眠れるようになったんですね。うんうんうん、で8ヶ月経過した時点ではですね、他の症状も改善され以前の体調に戻ったように感じるというような方の症例なんです。なるほど、はい、先生ね、不思議に思ったんですけど、はい、まあ、いわゆる不眠症と一括りで言ってご相談しても、はいはい、その出てくる処方が違ってたじゃないですか。はい、そうですね、それっていうのはやっぱりこうその方の症状を詳しく聞かないとわからないことなんですか。はい、そうなんです。やはり漢方薬はですね、まあ、病気が同じであっても、うんうん、本当に竹本さんがおっしゃるようにその方その方のやはり体質って違うと思うんです。うんうんうん、はい、でこの違った体質に合わせて細かく聞いて薬を調合しないといけないんで。なるほど、はい、問診って大事なんですね。そうなんです、聞く診断で聞く、はい、そう聞くということが本当に大切なんです。勉強になりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまで お問い合わせください。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。さて町コミでは今週1週間ほぼ全コーナーからプレゼントと題しプレゼント企画、大木先生からも行っております。大木先生からも、はい、お願いしてもよろしいですか。はい、ぜひ、はい、プレゼントさせてください。はいはいはい、美肌茶をですね2名の方に、はい、美肌茶2名、はい、プレゼントさせていただきたいと思います。なるほどなるほど、はい、まあこの時期ほらマスクして蒸れたりもしてね、はい、お肌の具合が悪い方もいらっしゃるかもしれんから、そうですね、あ、まあ、ぜひ使っていただき、嬉しいですね、はい、美肌茶でございます。これですね、まあ、ハイビスカスがね配合されてるんで薄いピンク色なんですよね、うん、これお茶これなかなか美味しいでございます。そうですね、はい、見た目も可愛くて気分も上がりますね。いい感じですね。ぜひぜひ、すみませんありがとうございます。いえいえ、ぜひぜひ、はい、はい、宛先はエンディングで発表しますので、はい、最後まで番組ご覧ください。はい、ここまで一心堂薬局の荻秀幸さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。